はようございます。プルトップ部会の代表現在しております吉田陽子と申します。よろしくお願いします。プルトップというのは本当にゴミになる捨てるもの、それを集めて車椅子をもらおうじゃないかって、そういう活動なんですね。でちょうど今から17年前にこういう活動があるよっていうことを聞き探してきてくださった方が、発足されて、それから17年で、今その方たちは皆さんご高齢になって、後の活動を車を運転して回収したりとか、そういうことがちょっと困難なので変わってほしいということで、私が10年前に代表変わりました。で本当に地味な活動なんですが、市民の皆さんに落ちてるプルトップでも拾って、ちょっとこうそこら周りにある公共施設とかに置いてるんですが、入れ物にプルトップ一つ入れていただいた、それの皆さんのこう優しさの集まりということで、今現在大阪狭山市内で31台のプルトップから変わった車椅子が寄贈されています。で自治会館とか小学校、いろいろ申し出がありましたら、それに応じてお渡しするっていう活動で、最近ちょっと車椅子1台もらうのに750キロっていうプルトップがいるんですが、それが32台目北海道の方からもう行けるよということで連絡いただきましたので、次もう私する場所が決まっております。そういうような状態でぼつぼつと進めていることで、皆さんにもちょっと関心持っていただけたら、ご協力いただけるんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとう。